奪ってここは逆にチャンス左。上田が走ってきている。上田から中へのボール。ヘディングポスト。ジョンチュングその後中田。よく止めました塩田。塩田選手ドンピシャに入れましたね。ジョンチュン軍から最後はシュート打っていったんですけれども、いや岡山の攻撃が非常に面白かったですよね、はい、ここですね、まずはヘディング、その後冷静に落として仲間塩田が